はい、こんにちは、かけむらです。無事、RRX 車検から戻ってまいりました。車検に出したのはバットマックさんのお知り合いのガソリンスタンド屋さんで、すごい手数料めちゃくちゃ巻けてもらって、で、ちょっとマックさんから了解得てないので、その全体的な車検の料金ですね、は動画でちょっと公開今はできないんですけれども、法定費用だけちょっと伝票もらったんで一緒に見てみたいと思います。とですね、確かディーラースバルさんで車検受けてた時11万なんぼぐらいやったんですけど、ほんまに半値ぐらいで車検受けることができて、封じ壺の一本出しマフラーも問題なくそのまま車検持って出していただきました。で、あ、ええわ、あとでなんかめっちゃ中途半端すいません。前にね、お友達のかっちゃんが一本出しマフラーやったら車検通らへんでって言われて、え、ほんまにってちょっと不安やったんですけれども、今日JAS なんでしたっけ、ジャスムでしたっけ、ジャス、認定マフラーのプレートもついてるからっていうことで、ガソリンスタンドの方では了承を得て車検出していただきました。じゃあちょっと見てみましょう。これが車検、そうですね、合格ですかねっていうんでしょうかの次回の車検のステッカーなんですけど、令和になってますね。令和3年の5月の30日2年後ですね。これを窓に貼らないといけないんですけれども、貼り方は裏面参照、ウィナンバープレートに貼らないといけないんですね。知らんかった。後で貼ってみましょう。で、これは点検用のステッカー、これは貼らなくていけるでしょう。これが車検やってもらったところのガソリンスタンドです。アマドゥの近くです。それで車検に必要な法定費用、自賠責保険が25,830円。これは軽自動車も普通自動車も変わらないはずなんですけれども、この重量税が、そうですね、僕の 1.5 トン未満なんで24,600円。これは車の重量によって変わります。あと飲酒代は共通やと思うんですけど、最低必要なのが52,230円。自分で陸運局持ってったらこの値段で大体いけると思うんですけど、やっぱりちょっとドライブレコーダーの映像ちょっと残ってたの 見たんですけれども、ごっついまたなあかんみたいで、これやっぱりやってもらった方が絶対いいかなっていう感じですね。めちゃくちゃ待たされてたみたいです。それとあとですね、今後カスタム予定のパーツなんですけれども、 LED ウィンカー、ハイフラ防止の LED ウィンカー1個死んでるんですけど、どれやったかな、どけといたらよかった。あとホイールがですね、ちょっと電車みたいになっているんで、ワイトレ、ワイドトレッドスペーサーですね、入れようかなって考えてます。これは等ミリなんですけど、こっちがね25ミリあるんですよ。これリアに入るんかな、わからない。一回ちょっとつけてみて、当たりそうやったら外してっていう感じでちょっとカスタム考えてます。あと今日 LED フォグですね、3000ケルビンのやつちょっと頼んでるんで、またそれも、取り替えの動画とかレビュー動画アップしていこうかなって考えてます。じゃあステッカー貼っていきましょう。ちょっとシールの貼り方よくわからなくて、ガラスの方にこういう感じで貼るんですね。ちょっと表から見てみましょう。うん、これでいいのかな、これでいいと思うんですけど。あとはそうですね、富士通のマフラー、やっぱりここちょっとタオルでなぞったようなところがあるので、このプレートやっぱりちょっとパッと見られてるんかなって。これの映像は残ってないんですよ。
パッとやっぱり確認されたような感じはあります。ちょっと光ってるでしょ。とりあえずおかげさまで車検安く済むことができたので、明日からちょっとまたこの辺ですよね、 LED ウィンカーとかワイトレとかちょっと取り付けレビューとかアップしていきたいと思いますので、またよかったらぜひ見てください。今後ともよろしくお願いいたします。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。